キャロライン・レイはカナダ出身の女優、声優、コメディアンである。1964年、カナダのケベック州モントリオールに生まれる。母親はアンティークのディーラーで、父親は産婦人科学者だった。学業を終えるとニューヨークへ移り、スタンダップコメディアンとして、キャッチャーライジングスターやコメディストリップライブなどといったコメディクラブの舞台に立つようになる。 同時期に共演していたコメディアンには、クリス・ロック、ルイシー・ケイ、デーブ・アテル、マーク・マロン、ジム・ガフィガンらがいた。女性ならではのスタンダップコメディは、業界内外で評価を獲得し、MTV で舞台の様子が中継されたほか、HBO や、ショータイムでも特別番組が制作された。スタンダップコメディアンとしての成功を収めた後、1990年に、 入ると本格的な女優活動を開始する。ハリウッドがあるロサンゼルスへ移り、プライドジョイなどのテレビドラマシリーズに出演した。特に有名なのは1996年からレギュラーキャストとして参加したシットコムのテレビドラマシリーズサブリナで同作ではメリッサ・ジョーンハート演じる10代の魔女のおば、ヒルダ・スペルマン役をコミカルに演じた。 ドラマ以外のテレビ番組でも2002年から2003年まで、平日午後のトーク番組、ザ・キャロリン・レア・ショーでホストを務めたほか、2004年から2006年まで、リアリティ番組、ザ・ビッケスト・ルーザーで司会を担当するなど、テレビを中心にキャリアを重ね、格好たる地位を築き上げた。2007年から2015年までは、テレビアニメシリーズの、フィニアスト・ファーブにレギュラー出演するなど、 声優としても活動している。2007年から2010年までコメディアンのコスタキ、エコノモポロスと交際していた。2008年には娘のエヴァが生まれている。ありがとうございます。